タイマ同学園35試験招待は、リュウ・ミノルフ・ユタカによる日本のライトノベル。イラストはキップが担当している。富士見ファンタジア文庫より2012年5月から2016年7月まで刊行された。2015年にアニメ化され、同年10月より12月まで放送された。魔法と対峙するために銃を使える人間が重宝される世の中において、 その銃が全く使えないにもかかわらず、魔法を悪用する者を倒すことを制御とする、異端神問官を目指す少年、草薙ると、彼が隊長を務める第35試験招待に所属する三人、アルファーの曰くありげな少女たちの奮闘を描く、鬼の心得を発動させることによって使用でき王義。かねてから王義が存在しないことを疑問に思っていた、オロチ公案の者の。 人としての領域を超え、音を起き去り、ただただ高速の斬撃を相手に叩き込む。鬼が光を追い求め光に限りなく近づいた時に、放たれる。タケルは、光の世界に触れて、それを放った。花をスタロー作画でコミカライズした作品が、月刊ドラゴンエージ2012年12月号から、連載された。2013年1月に、藤見書房が、 1> 第1巻の電子ブック版を無料で試し読みできる企画を行った。2015年10月より12月まで東京 MX 他にて放送された。ありがとうございます。